これはのろどの原だけ専務です。昨日は敬老の日でしたが、皆さんはどなたかの長寿をお祝いしましたか？最近の研究でカレーに含まれるターメリックにアルツハイマー病の予防効果があることも分かってきたそうです。年配のご家族にもぜひおすすめしたいカレーもこのチャンネルで紹介していますので、今回もぜひご覧ください。それではどうぞ。この動画は47都道府県のお取り寄せカレーを制覇した私原岳専務が日本全国のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回紹介するのはこちら、ウニカレーです。個人的には外れなしなシーフード系のカレーですが、高級食材のウニがどれほど入っているのかは正直心配です。早速調理していきます。今回はベビーチーズをトッピングしてみます。完成です。いただきます。うまし。パウチを開けた瞬間からウニの香りがいっぱいに広がっていましたが、口に入れるとまさにウニ味のカレーです。ウニ好きにとってはたまらない一品です。辛さは控えめでクリーミーなルーがベビーチーズに相性抜群です。今回の原だけチェンジ、今回は刺身醤油で味変していきます。刺身醤油が加わり、まるで海鮮丼を食べているかのような味わいになります。美味しいのですが、カレー感は正直消えちゃいます。ごちそうさまでした。今回の原だけスコープ、今回のカレーは海の幸館星7つです。今回のカレーは辛さはかなり控えめ、ルーはとてもクリーミーだったので、ここ今回紹介したカレーはウニカレーでした。高評価、チャンネル登録お願いします。次回はマサラ黒カレーです。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ、いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれどこの